こんばんは。改めてご紹介。皆さんこんばんは、本田美優です。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、お願いします。妹の本田沙羅です。よろしくお願いします。ありがとうございます。お家で私たちは見させていただいたんですけど、うん、そうですよね、まだやってなかったからね、午前10時は。出会いが大切だなって映画を見て、うん、なんか分かりました。美優も言った通り、出会いっていうのは本当に大切だなって思いました。もうなんか大人みたいな感じ。バレエの先生に出会えたから、うん、バレエが大好きになって、うん、お父さんは反対してたけど、お父さんが最後認めてくれる、うん、すごく感動しました。この映画の中に、うん、音楽が流れて、はい、一人で踊ってるシーンがあった、はい、その時に私見た時に、うん、フィギュアスケートで音楽流れると、うん、私も踊っちゃいます。あ、なんか、そうですか、踊っちゃいます。動いちゃう、体が動いちゃいます。あ、もうリズムの体に入ってるのね、はい、そう。おさらちゃんも一緒。うん、さらも音楽が流れたら踊っちゃうかもしれない。ちょっと音楽流します。自分にしかできないことを頑張りたいです。なんかフィギュアスケートでも私にしかできないこと、うん、お芝居でも私にしかできないことをやるのが一つの夢です。オリンピックは簡単に出たいって思ったら出れるものじゃないって、出れる大会ではないって分かってるので、オリンピックに、オリンピックが夢って言えるように頑張るのが夢です。大きなジャンプを飛んで姉ちゃんに勝ちたいなって思います。私たちはお部屋で DVD で見させていただいたんですが、今日この大きなスクリーンで見れたら素敵だろうなって思いました、うん、この第3回新午前10時の映画祭、皆さんぜひお楽しみください。今日はありがとうございました。お楽しみください。ありがとうございます。Happy birthday toHappy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday to you. おめでとう。ありがとうございます。はい、何歳になりましたか？8歳です。おめでとうございます。8歳に目標は何ですか？8歳やりたいことは？何？あれ、ちゃんとインタビューしてくれてる。一輪車が、あれ、遠くまでできるようになることです、